はい、タケノコの水煮がね、昨日出来上がりました。まだまだ作るぞ今日はいい天気なんで、これ終わったらタケノコ取りに行ってきましょう。さてさて、何するか何するか、まずは冷蔵庫を開けてね。ほら、昨日甘エビ食べましたね。甘エビちょっと残ってるね、美味しそうあ、タラコスパゲティ作るかな、うまそうじゃないや、タラコスパゲティであれも入れたらいいよね。なんかキノコこんないっぱいありますね。これまた100円だったな、どう見ても100円。でも魚これ焼こう。これホッケをみりんと味噌につけましたね。干したホッケであんまりね、うまくないっていうか、なんか生がえるんだよね、焼くと生臭くなるから、ちょっとやめてよって感じで思いましたね。それで、おやおや、なかなか面白い肉があるね、今日は。これ、この間火で焼きましたね。それでね、もう今日はやんなきゃいけないのは。この状態で鶏って買っておくと、これ生臭くなっちゃうんですよね。ね、生がえるから。お、餃子発見。餃子発見、やっぱ、これね、昨日は、うちの奥さんが作りましたけど、美味しかったですね。じゃあ肉をちょっとこれから塩少々しましょうかね。で、この状態のまんま置いとくと結構早く悪くなるんで、早くこう、ダツダツと切って、なんだっけ、塩で揉んで置いとくと、もうちょっと持ちますからね。まだ大丈夫ですね。とにかく悪くなるから、もうすぐね、こういう感じ。それだけ気をつけましょう。それで半分はこう塩漬けしておいて、数日のうちにこれは鶏カツにしちゃいます。鶏カツ。それで残りは数日のうちに、あ、残りじゃない、半分は、今日、ボイルしてますね。ボイル。ボイル。ボディ。CI5 じゃーん、チュッチャンチャン、チャカチャカチャン。あれ、ブルースリーだな、それ。チュッチャンチャン、トン、トン。チュッチャンチャン、あ、似てる、この二つ。これ、こうやって見ると、こっちの方が厚いですから、厚い方は、ここの皮ごとこう切っちゃっていくと、これでそのまま鶏のカツになりますからね。皮ごとで切った方がいいです、これ。それで、これは、出刃包丁いいですね。それでほら、こんなに皮、あ、しまった。もう皮こう取っちゃったよ。もうこれ、ここで終わりだね。こっち、こっち入れてね。こう、皮、こうだったか。ちょっと今日は読み間違えましたね。別に、そんなもんじゃねえの。どうでもいい。パヤッパー。で、ここをこう切っておいて、こちらは、これからまゆちゃんのね、ご飯になりますから。300円ぐらいですからね、これでね。2食分でカツにもなるから、1回の食事はもう本当に大した金額じゃないですね。これをこのまんまこうやって煮ちゃいます。これも同じだね、開いておかないとね。やっぱり鶏ハムとか言ってやるけどね、開いておいて火通しておくと、いろんなものと一緒にね、食えますから。これこうやって、これパリパリ焼き美味しいよね。あ、ビールを見て、何が何でもビールを見て、このぐらい水を入れてね、このぐらい水を入れて落とし蓋にして、そのまま煮ましょう。今日前のご飯が味噌汁とかなんかね、余ってたら大抵ご飯にしてんだけど、それがないから、これをベースにしてね、食べていきましょう。あ、やっぱよし。ただ、ダンダンダダダン。
はい、じゃあこれね、落とし蓋して塩入れちゃうとね、これあの舞ちゃんご飯あんまり適切でないんで、塩入れないでてしまいましたね。塩入れた方が赤取れて美味しいんだろうけどね。これはここは塩つけとけば、でも塩分濃度が高くなるとここの上であの細菌が繁殖しづらくなるから悪くなりにくいわけですね。今のこの瞬間もこのほんのこのぐらいの面積の中に1秒間に300万個ぐらいずつこうブドウ球菌とか連鎖球菌っていうか腐敗菌って言われる連中がね落ちてってますから、それはいいことだろう。スイン。はい、じゃあこれはね戻しておきましょう。あ、味噌汁あるじゃん。これ切り昆布ですから俺食います。俺が食うぞベビーベビーで、味噌汁でもなんか作らんというかの味噌汁は何でしょうかね。薄揚げますね。薄揚げと、あ、大根じゃん。大根、あ、ビール発見。昨日ビールあったんだわ。もうダメだ。俺にはもう、まあいいや。何でもいいや。チンゲン菜が2つ、うん、あのね、チンゲン菜はね、食べてない時期はチンゲン菜を使って、おほやしも食わなきゃダメだろうし、大根の味噌汁にしましょう。あ、キノコ、キノコ。これキノコ、これキノコ。ひらかけというか、舞茸だね。もうこれで、タタタと料理作ったら、タタを取りに行かなきゃいけないな。タケノコを取りに行かんといかんでな。じゃあまずまあ、マイちゃんのご飯作らないとね。こっちもちょっとこう、このぐらいマイちゃんのご飯に入れちゃおうか。これね。マイちゃんのね。大変だよね。大根食わせられるんだ。大根の中にはさ、すごい数のその、まあ、マイクロバイオームって僕らは呼んでますけれども、あのウイルスとか細菌とかね、そういう生命がいっぱい入ってるわけですよね。それを食べるわけだから、それを忘れちゃダメなんだよね。だから栄養素を食べてるわけじゃないんだよ。そのぐらいのことばかりよってな。そのぐらいのことばかりよ、そのぐらいのことばかりよ、そのぐらいのことばかりよ。医者が、なんていうの、感染症っていうのがあるから、そのウイルスが悪者だって言ってるけど、ウイルス自身は何も、俺、悪いことしてる人もねえんだけどな、まあ、そういう感じだよね。それを忘れてたんだよね。え、なんか、俺悪いこと言ったっていう人いるじゃん。ああいう人と一緒だよね。そうだよな、よくいるよね。なんかムッとしたりするとさ、あれ俺なんか悪いこと言った。いや、それはさ、まずいでしょう。だってコロナウイルスだってさ、自分が悪いことしてると思ってないんだよな。あれなんだっけ、もう明らかにあれだよね。肺炎の重篤化っていうのが、あの、なんだっけ、あの、皮は舞ちゃんあげます。皮はこれ乾燥させてパリパリにしてさ、汗で締めると美味しいよね。美味しいんだよね。俺、飲み屋で一回食ったことあって、へぇー、美味しいもんだなと思って。今日は大根の日だね。舞ちゃんのご飯。え、あれなんだっけ、何の話してたっけ、忘れた。でもとにかく、あれだよね、口売ってる連中はかわいそうよ。そんなことして人生生きるかねえんだからさ。そんな言い方はないでしょ。俺だってソフト売ってる人だけど、かわいそうだよね。はい、これ美味しそうじゃんの。
最近ちょっとマニュアル変えました。煮上がったらすぐに揚げることにしました。こっち。そっちの方がうまさがなんかぼーっとしませんね。大丈夫みたいです。これでね、見てんじゃん。そうするとほら、うまみが入るだろう、まあ、いう。ここの中に鶏を入れなきゃいけないですから。鶏はこの辺で、こっち側で入れちゃおう。これ全部入れちゃおうか。ちょっとこれは残りますね。もうちょっと入れてやろうか。うまそうだね、これ。うん。うまい。うん。これ絶対美味しいよ。塩も何も入れてなくても美味しいわ。だからこれだとちょっとあの、なんだっけ。脂肪は足りなそうですよね。まいちゃんのご飯にしたらね。まいちゃんのご飯。はい、じゃあ脂肪足りないんで。なんか肉入れよう。なんかどっかから肉入れよう。わ、牛肉入れてあるか。うまそうじゃろ。これ入れてやろう。これね。はい、じゃあ、まいちゃんのご飯ね、これを入れてやって。はい。すごいね、鶏に牛肉だよ。これ、犬のご飯だよ。どう思う？最高でしょう。これはうまそうじゃな。ほうれん草の尻尾の方ね、ちょっとこう今日はこれほうれん草半分使っちゃいましょう。こう刃物はね、こうすぐ割る、あ、もう十分悪いね。もうこれしなしなってなってきてるでしょ。何が大事かっていうと、こういう食材の中にある水が大事なわけでしょ。生命の水なんですよね。あの細胞の中ではものすごい数のタンパク質とかさまざまな代謝物がねこう生きてるわけですから、生きてるっていうか存在しますから、その水ごと食べなきゃダメですよね。ということはこれ干からびたらもうダメでしょう。乾燥野菜なんてのは、まあ、早い足がダメなんだよね。いけん、ちょっと大根と一緒に煮ちゃうと早いかな。で、できるだけその、なんていうの、さまざまな種類の生命を食べればいいわけでしょ。だから、こうやって、入れてやって、それを、あ、それもあるじゃん。それもあるじゃん、ベリー。まだ悪くない、まだ悪くない。もう、犬のご飯だからね、これ。これは犬のご飯ね、まいちゃんのご飯に入れてやろう、このぐらいね。まいちゃんのご飯、はい、やっぱ、あ、そうだ、せっかくだから1枚分入れてあげよう。豆まで入るよ。豆しいね。これがね、うちの犬のご飯だよ。そうすると生命がこう、あ、もうちょっと白くていいね。みんな入れちゃえ。はい、OK。じゃあこれで。これで OK。薄揚げは先に入れるでしょう。ザバと入れましょうか。味噌汁をね、こうやって作ります。薄揚げは最初からね。すると、これはもうあくまで僕の趣味だけど、大根も最初からね。大根もさ、水から煮るとさ、その、ゆっくりと組織の中までさ、温度が入っていくでしょ。それはもう、ものすごくいい。で、この時期の大根ってのはもう、旬を過ぎてるから、水分量少ないけど、だからこう、薄く切ってやって、早く火が通るようにしてあげた方がいいよね。冬場の大根はもう、水分、組織の中の水分の量がものすごく多いから、それじっくりじっくり、厚手に切ってじっくりにした方が美味しいし、今の大根はこうやってね、切るのが一番美味しそうだね。ちょっとだけ厚があるから、洗ってあげる。
で今日ですね。もうこの辺の料理の何手順はもう迷わないで進めればいいですよね。だから短い時間でみんな一緒に見て、でこれが最後に最後に散らかしてしまいますね。最後にパッと上げてやるとこれがふわっとこう浮き出すみたいな。おひとらし、はい、これでもう味噌汁の方は勝負あったんですね。もうそのままいいですね。はい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 、こんな感じね。でんてんでんでんでんてんでんてん、いろいろ内豆ね、ご飯の方にも人間の方にも内豆入れたろう。あ、やっぱここにやっぱりこれだし入れてね、ちょっと塩味濃度があった方が浸透圧が違うから中に美味しい味じゃないですからね。それで大根自身も美味しいですからね。これはもう食べればいいですね。そのまま食べればいいね。こっち側はこっち側で進んでますね。うまそうだの肉が入ってますね。僕は肉とかね、いろんなものをこう食べますから、まあ、内豆はどっちでも大丈夫だよ。牛肉と鶏肉のなんかすげえのだぜ、これ。ガフ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 。ちょっと小さく聞きゃ、もうちょっと小さいのが分かったね。うまいよ、これは。まえちゃんしてみれば。食物連鎖っていう形で同じぐらいの気温や水分量の中で生きているっていうのは、つまり代謝活動を行っている細胞をできるだけ壊さないで、なおかつそのまま食べたら僕の身体っていう好みの中では問題が起こるのを防ぐ程度までの加熱をして、それを食べましょうですからね。もうこんなでいいですかね。こっちで準備、はい、OK。 そしたらじゃあこれをね使ってやりますか。これがね、ホッケのみりん、味噌みりんですよね。開いて干してあるホッケですからね、どのぐらいの味になるかはよくわかりませんね。ちょっと奥の方でね乾かしながら、ね、手前の方では鮭焼きますか。鮭焼きますか、鮭焼きますか。とにかく朝にいろんなタンパク質っていうか、魚を2種類ぐらい焼くっていうのは僕は必ずおすすめですよね。そうすると、昼までにね、なんかバリバリボリボリって食えるからね。でも焼くためには買っとかないとダメだよね。うん、これは悪くなりますからね。この鮭は美味しい。これは安くて美味しい。700円で一切れ100円弱ですから、これは100円でしょ。100、200、300、300円だから、300円って言ったらサンドイッチぐらいの値段だよね。でもサンドイッチの値段の中には、この材料費から作業費からいろんなそのかかる金がいっぱい入ってる。作るためにものすごい金がかかってますからね。それ考えたら安いよね。安いっていうか、これは安いよね。だからそれでお腹いっぱいにならなきゃいけないから、どうしても炭水化物が入っちゃうでしょ。炭水化物が悪いわけじゃないんだよね。炭水化物って炭素を取ってるから、なんて言うんだろう、本当に必要なその食物連鎖の中での生命のやり取りってのはできないからね。あと何がある、手羽先たまにはちょっとピリ辛揚げしようかね、あとでね。うん、どうしようか、今のうちに処分しとこうか、毎週するか。
いやまあいいや、もう今日疲れてる、疲れてるっていうか疲れてるってあんまり言わない方がいいよね。世の中にはもっと疲れてるって言うんだから。やっぱねえ、いくぜ。俺なんて大したことやってないんだからさ。そんなの分かってる。大したことって何なんだろうね。お金いっぱいあっちゃってやったりってことなんだよね。人類についてのとっての大したことって何なんだろうな。お、味噌汁が、味噌汁がちょっと沸騰しちゃったね。沸騰はなるべく使わない方が美味しいのね。特にこれ大根ですから、大根っていうのはこうゆっくりゆっくり中に味が入っていきますからね。キノコがやっぱりこう、多分匂い嗅いで、あ、嫌だなと思うっていうことは、なんか嫌なことがあるんですよ。その中にね。だから随分いい感じだ。ちょっと味噌が残ってるかな。使えっていうご指名かな。こうやって使わないと出ないよね、もうね。こち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 。なんか、経済的だろ？コロナで売り上げないからさ。味噌袋でこうやってさ。やらんとならんでな。なんも大事なことだよ。こういう。もうこれで済めばさ。一回分、これな、いくらぐらいだろうね。600円ぐらいで、この入れ物全部ですけどね。ここら辺まで使えば、文句寝ろ。当然味噌さんですよね。最近あのマニュアルの変更をしました。ここからこの味噌入れを出さないで取る。そういう風にしましたね。この上上げとくとさ、どうもすごく不愉快思う人がいるみたいでさ。離婚寸前の大喧嘩なんだよね。離婚をこう超越した喧嘩っていうのかね、今のね。ゆっくりとね、これで。大根はこれ、もうちょっと火の中にいると、これ中まで透き通ってくるぐらいなんだよね。ありますからね。火をどーっとつけてガラガラっといくと大体味噌の味が落ち着きますんで、しょっぱみだけは見てね。味噌の味は時間とともに吸われていきますから、ちょっと薄味になるだろうな、これだとな。あんまり濃いと気持ち悪いし、悩むね、どうしたらいいか。まあいいや、はい、OK。 はい、じゃあ入れてあげましょう。もう OK ですね、こんなんでね。ほうれん草を食べよ、パパイザセーラーマンプープーってやつ。テテテテテテテトゥ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 。大体このぐらいまで来ると網がね焼けてきてますから、でこう、お、しまった、落ちる落ちる。まあ5分に1回ずつ見るっていうのはね、我が家のルール。我が家かよ。早くですね。はい、ではね、ちょっと時間があるね。なんかしようか。何でしょうか。まあ、なんか作る必要もないしね。餃子があるからね、今日は。お肉焼く必要もないし。こんなに色々と。後片付けがね、やっぱり一番大事ですよね。
見えてなかった。これを落としぶたでちょっとだけ使って落としぶた、これがねやっぱりたまに洗うんだけど落ちないよね、油がこれね。見えば、ちょっと油性性が落ちるかな。やってみようか、ちょっと竹に添えてるしね。ちょっとやってみよう。そうなるか。あ、これあれだね。ホッケー入れてたやつだね。まあ、とにかくレシピは後片付けは面倒くさがらない、一番大事だね。まあこういう料理ってのもこのお湯とか水をね使える環境によってみんな違うから、そこは大事。よし、はい、これで十分済みましたかな。お、なんかこれ残った。まな板をどうやって片付けるかって思ってね。まあこうやっておけば少しは綺麗ですかね。はい、ということで、まだ魚を焼けてるね。やっぱ魚が一番最初に入れなきゃダメだよね。10分かかりますからね。5分ですから。5分。まあ、こんなでいいか。いや、こんなでいいかって言うとダメでしょ。いや、もうその撮影がね、ちょっと、あ、味噌のみりんで、いい感じだね。うん、いい感じ。ホッケはこうだね。半身に割った方がいいんだな。ボロっちゃいましたよ。どうするのこれ。落としちゃったよ。もうしょうがないよね。落としちゃいましたね。味噌とみりんでつけてたから、あの、ずいぶん柔らかくなってましたね。しょうがないね。はい、ということで、これあれです。これ昨日油を捨てようとしましてましたね。油をね、捨てました。さあ、塩が入ったら、塩が入ってるから、これも塩がね、何よりもこれは塩でなきゃダメだ。こういう仕事もみんなやらなきゃいけないからね。これ醤油がなくなっちゃう。醤油差しは何個もあるといいよ。けどなぜか分かんないけど全部同じように減っていくよね。俺考えたのは1個だけまずずっと減って、そしたら控えのブルペンから次が出てきて、また次が出てきてと思ってたんだけど、みんなこう平均的に減ってって全部一緒になくないよね。平均的に減っていくわけないんだろうな。これなんでだろうね。わかりませんけど。わかりませんっていうか、俺お前が使ってんだろうっていう感じだね。でも食べようと思った時いないってことがないですからね。こちらで、調味料軍団で言いますね。よく使うのはこの辺でね。ニンニクもここに入ってますよね。
ごま油でしょ。これ酢とかバルサミコとかでしょ。これごま油もないか。もうちょっとあるな。ちょっとこのごま油はここに出しておきましょう。こういうところみんな出てきますね。みんな出てこい。OK ですね。いい感じですね。これはちょっとここですね。ごぼうがあるし。まずここだね。餃子と。餃子ね、これ鶏。美味しいね、やっぱり他人が作った料理ってのはね。楽しかったですね。たまにちゃった。たまにそういうこともあります。人の料理を褒めるっていうのはいかに難しいかっていうかね、こう塩味が、どうのこうのとかさ、そういうこと言ってもやっぱり不満に取られちゃうよね。あ、悪かったんだってさ。そんなの別にね、料理が思い通りの味になるなんてことはないんだからさ、どっかで満足しなきゃダメなんだよね。それはセックスと一緒でさ、やっぱお、もろってるね。美味しそうだね。ちょっとどうだろうな、味噌とみりんで漬けるってのがいいのかな。まあ、いろいろとやってみないとね、わかりませんよね。この人たちはこっちの方が火ですから、ここら辺はあんま火じゃないんで、あと、はい、もうちょっとですね。じゃあまあ、ということで、今日は退散しましょうか。退散っていうか、OK ですね。あとは舞ちゃんのご飯が冷えたら食べてもらいましょう。はい、じゃあ皆さんも、美味しいお料理を食べて元気に過ごそうじゃございませんか。ね、今日は、魚2種類と鶏、昨日の余った餃子、ね。それから、美味しいお味噌汁。じゃあ、またね。バイバイ。